宇野千代11月1日から2015年8月10日は、日本の75代内閣総理大臣である、宇野総介の妻、京都府京都市出身、京都府京都市出身、京都の佐藤、裏、千家の十三世円農祭の実定である、広瀬節祭の次女として生まれる、京都府立第二高等女学校を卒業後、製薬会社に就職したが、 終戦の年に退職してしばらく兄の家にいた。そこに、シベリアで一緒に抑留されていた、千代の兄の京都の家に、宇野宗介が立ち寄ったのがきっかけで、1947年2月22日に結婚。宇野家には、嫁入りした妻は、旧姓と共に本名も捨て去るしきたりがあり、千代も結婚後は、広子の名を与えられ、宇野の首相就任まで40年間。 宇野ひ子を名乗った。1989年6月3日から同年8月10日まで、夫である、宇野宗介は、内閣総理大臣に就任し、千代もおよそ2ヶ月間だけ、ファーストレディを務めたが、夫のスキャンダルなどの理由から、総理在任中の69日間を、針のむしろで過ごしたと言われている。2015年8月10日、90歳で死去。国別式は、 滋賀県森山市で行われた。AB、総理大臣の妻たちハット AB、天下の盲災広く、総理夫人連、宇野宗介、千代夫人、エキサイトニュース、2021年4月13日閲覧、宇野千代さんが死去後宇野宗介元首相の妻、日本経済新聞、2021年4月13日閲覧、ありがとうございます。